皆さんこんにちは、年中無休の反抗期峯岸みなみです。今日はですね、メイク動画を前に上げたと思うんですけど、その時にお肌綺麗ねって言っていただいたことが言っていただけることがすごく多くて嬉しいと思いまして、今日は私のスキンケアを紹介したいと思います。メンバーにおすすめを聞いたり、雑誌とかで見たものを使ってみたりしてるので、ちょっと10代の女の子とかには高いかなって思うものが多いんですけど、20歳前半とか10代の時はこれ使ってて、それもそれで良かったよっていうのも一緒に紹介していくので、よかったら最後まで見てください。今日はお仕事帰りでメイクをしているんですけど、この場で落としていきたいと思います。石ちゃんに別カメラで撮ってもらうので、ちょっと背景がさ、こっちまあまあまあ、かわいいこのピーマイメロ、ファンの方からいただきました。メイク落としはこちらを使ってます。じゃん、3です。3のクレンジングオイルですね。結構前に小島さんがこれいいらしいよって言ってて、多分小島さんも変えてるかもしれないんですけど、私はそれからずっと小島さん信者としてこれを愛用し続けていて、なんかあれよ、成分がいいやつ、結構自然系詰め合わせみたいな。でも全然私はこだわりがなくて、クレンジングオイルとかは別に何でもいいのかなって私は思ってますが、まあ大人になったので、ちょっとした気遣いというか肌に負担が少ないものを使ってます。いい匂いするんですよ、このなんかオーガニックの。いや、化けの皮が剥がれていきます。すごい汚い顔になってる。なってない、そこまでなってない、まだ大丈夫。アイメイク落としとかで細かくやるっていうモチベーションは私にはないので、できればオイルで一度で落としたいので、普段はお湯落ちです。マスカラは結構意外とちゃんと落ちるかも。この鼻のここ気になるまで、すっごいここ変？やだやだやだ、こんなもんですかね、落ちたのかな。うわ、洗面器がちっちゃい。あ、意外ちっちゃい、肩がつりそう。ぬるま湯で、普段はシャワーでバーってやっちゃうんですけどね、汚い水を繰り返し使ってるってことになりますね。うわー、すっごいびしょびしょ、いやーまあなになにこの衝撃映像。おー、あ、でも意外と綺麗に落ちてる、うんうん、でも多分こんなんじゃ足りないんだよね、きっと。もっとさ、100回ぐらいすすいだりしなきゃいけないってよく聞く、うん、みーちゃん、ハッピーバースデー、25歳。 お湯変えます、うん、よいしょ、汚い。洗顔は私は、これ何歳の時だろう、17歳ぐらいの時に共演していた小泉さと子さんっていうモデルさんにお誕生日の時にもらった洗顔が良くて、それからずっと使っていて、こちらです。ガミラシークレットの石鹸、これすごいおすすめです。なんかしっとりする、初めてちゃんとした洗顔石鹸をその10代で使って、あ、石鹸違うってこんなに違うんだと思ったので、そこから感動して以来この石鹸を使ってます。これ洗顔ネットでコシコシして泡立てて洗います。ま、これに出会う前はマシュマロホイップ、青い1000円しない、5、600円で買えるやつもよく使ってました。めちゃくちゃあれ泡立ちがいいんで、それでも大丈夫かなって私は思ってます。はい、おー、泡立ちました。よくねテレビとか雑誌で言うのは、手がこう地肌に触れない、この泡だけで洗うみたいな、わかる、この
手が顔についてないんですよ。まあ結局つけるけどね、後半は少しだけでも泡でね洗うね。おお、でこの泡時間があるときは乗せてなんか数分置いてパックみたいに使うといいらしいです。優しく洗います。あ、息できない。難しい瞬間しながら喋んの。泡口入ってきた。どういう感じ？大丈夫そう？これでこうやって洗ってるとさ、この見落としがちなのがさ、この真ん中のここね、こうやっててここだけこう開いちゃう。こうやってちょっと流します。ちょっとさ、首根っこ引っ張って行くよ。うわ、え、結構飛び散ってる。うん、ごめん、一回気にせず。ああ、お湯変えます。めんどくさい。洗顔後はちょっと冷水で最後は引き締めたいので、今洗面器の中を冷水に変えました。肌を最後引き締めるという。わ、冷たい。修行です。いきます。よし、大丈夫だよ、いけるよ。びしょびしょ。あ、冷たい。いいね、気持ちいい。これね、やればやるほどいいんですよ、きっと。綺麗に落ちそう。はい、できました。で、私の中でこれポイントなんですけど、顔を洗った後はタオルで拭かずにティッシュで拭きます。これね、もう10代からなんですけど、タオルやっぱり洗っててもなんか菌が住んでるらしくて、ティッシュで拭くことにしています。10代の肌荒れてる時にこれに切り替えたら調子良くなっ、なんかついてる。調子が良くなったのでずっとティッシュです、私は。はい、落ちました。ピカーン。で、そこで洗ったらすぐね、こちらをオイルを塗ります。ガミラシークレットフェイスオイルワイルドローズ。これは私今までつけてなかったんですけど、小島さんの、また小島さんの Vlog でこれをなんかお風呂の中からもうつけちゃうみたいなのを見て、そうすると化粧水とかの浸透が良くなるっていうのを見て、高かったんですよこのオイル。で、本当にねいいか分かんなかったか、まあ小島さんが言うならそうなんだろうけど、そこまで効果が私にちゃんと分かるのかな、違いだと思ってひよって、この2000円で買える、このサイズで2000円よ。そして化粧水ですね。化粧水はこちら、もうほぼもうなくなりかけてます。キールズのクリアリーホワイトトリーメントトトん？キールズのクリアリーホワイトトリーメントトナー、これは美白に特化した化粧水で、 SNS で美白って調べた時に結構これが評判良くて、これを買ってました。これ手でつけます。確かになんとなくオイルの後の方が浸透する気がするし、この化粧水を使ってから肌が白くなったような気がしてます。気にしてなかった時は豆乳イソフラボンの化粧水を使ってたり、キュレルの化粧水とかも使ってました。なんかやっぱり高いものをちまちま使うよりも、そんなに高くないものをバシャバシャ塗った方がいいって、あんまりちょっとお金使いたくないなって時はそういうプチプラ化粧水で代用しています。あ、そう、ここで私は、まあ、スペシャルケアというか、普段はもうこのままオイル塗っちゃったりするんですけど、明日は勝負だみたいな撮影とか収録の前は、最近すごく気に入っているじゃん、ファンミュのドリームグローマスク、透明感キメって書いてある。これ本当に肌がツルツルになるので、網を取って、大きいかな、大きいか、大きいね、大きいね。ちょっとゼリー状みたいになってる。これもね、まあまあお値段した気がします。
だけど本当にデートの前とか接近する時とかにはすごくいいと思うよ。使ってほしい。ああ、20分ぐらいかな。このまま過ごすことがおすすめです。パックをしながらだいたいテレビ見てますね。何撮ってんのよ。撮ります。パックもですね、私全然これはスペシャルな時にしか使わなくて、普段は韓国の粉とジェルみたいなのガーって混ぜて貼り付けてペロペロペロって剥がすやつ、緑のやつ、これです、これです、これ。ここからはね、この中でどれかを買うなら試してほしいっていうのが、これもキールズ、ミッドナイトボタニカルコンセントレート。これ夜用の美容液らしいんですけど、これ塗るとやっぱ調子いいですね。しかもなんか一二滴でいいのであんまり減らないし、上から塗ります。結構夏とかはもうこうやって美容液塗って寝ちゃう時も多いんですけど、今は冬なのでこの辺りクリームも塗ります。今日の中でどれか一つ試してみてっていうならこれかな。美白は私の中の永遠のテーマなので、こちらキールズのクリアリーホワイトクリームアドバンスト、プルプルのゼリーみたいになってて、ベタベタせずスッと肌に馴染む感じですね。これあんまりなんかべっとりしてないのに肌がサラッとして潤って、次の日すごいトーンが明るくなる気がするのでお気に入りです。ぜひ使ってみてほしいなって感じがする。で、この時にツボを押します。マッサージを軽くして、スキンケアは以上です。調子がいい時はリップも塗ってから寝ます。これはファンの方にいただいた RMK リップエッセンスレモン。はい、でも私普段は本当にちゃんと全部やるのは本当に週に3回ぐらいで、もう化粧水塗ってパックもせずオイル塗って寝たりとか、そもそもメイクをしたまま寝ることが多いので、もうやろうって時はしっかりここまでやって次の日に備えるっていうのが私のスキンケアとなっています。飲もうかな。はい、こんな感じです。ちょっとなんか白い感じする。これでしっかり寝るとお肌が明日生き返ります。で、これ余談なんですけど、私全然寝れないんですよ。寝るまでの時間がすごい長くて、そんな時に最近出会ったものがあるので、ちょっと最後におすすめしたくて、これなんです。これディフューザーなんですけど、ザ・パブリックオーガニック。これ眠りに誘う匂いになっていて、眠りまでを健やかにするとか深く眠るとか、いろんななんかジャンルによってあるんですけど、すっごいいい匂いで、これを置いて寝ると私はすごく気持ちよく寝れます。これを枕とかにシューってやって寝るのがすごいお気に入りで、いい匂いで気持ちよく寝れるので、このスキンケアにプラスしてぜひ使ってみてください。もう本当にね、メイクも落とさないで寝るし、基本的には肌が強い方なのでズボラな私なんですけれども、ちゃんとするときはこんな感じでやってます。ぜひ参考にしてください。終わり。おやすみなさい。